FC 岐阜応援隊 SKE48 タイムです。では早速 SKE の皆さんを呼んでみましょう。 SKE48 の皆さん、ステージの上にお願いします。僕は取れていない、飛べるのだ。お願いします。ございます。はい、ちょっと机の上のものが気になりますね。はい、では順番に自己紹介をお願いします。はい、皆さんこんばんは。 SKE48 FC 岐阜応援隊隊長の北野るかです。はい、お願いします。はい、 FC 岐阜応援隊隊長の太田彩香です。よろしくお願いします。FC 岐阜豆つかみ選手権を開催する予定なんです。はいはい、でそこでこのステージでは皆さんに一足早く豆つかみをチャレンジしていただきたいなと思ってます。はい、はい、ではルールを説明しますね。はい、の何も入っていないお椀に、はい、この紙皿ですね、はい、に箸で豆をつかんで入れていくだけです。はい、で制限時間は1分なんですけど、1分の間音楽が流れるので1分経ったら終了となります。はいはい、はい、合図があるまでは手を膝の上に乗せてスタートまで動かしてはいけません。はい、終了の合図が流れたら掴むのをやめて手を膝の上に置いてください。はいはい、でお椀を入れた豆の数を数えながら最初に、豆が入っていたお椀に移していって1個ずつ移していってもらいます。はい、はい、では簡単だと思いますが、まあ、集中力とお箸の使い方が試されると思うんですけども自信のほどはいかがですか？いやこれめっちゃ自信あります。本当ですか？一番自信強いのは、はい、すごい器用なんですね。いやもう器用なのもあるんですけど、やっぱり箸の持ち方は、はい、ちっちゃい頃に、はい、鬼のように指導されてたので、すごいしっかりした親御さんの形でそれだけは、はい、ちゃんとやってました。なるほど。はい、ではぜひ皆さんに頑張っていっていただきたいなと思います。はい、では2人ずつ参加できるので最初どなたがやられますか？チーム分けします。チームチーム、チームチームで分かれますか？チームで分かれよ。グーグーチ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 ーチーグーチーグーチーって何？グーチーグーチーグーチーグーグーチーだよ。違う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 、違うの？でも地域バラバラなんだよね。ちょっとグーとスパーで分かれましょう。ああ、だよねだよね。知らん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 。じゃあその旗のやつ行こう。それはね。グーとパーね。オッケー。分かれましょうで。ショーでショーで。グーとパーで分かれましょう。ほら。はい。ちょっと地域性が出るグッチーでしたが。では最初北野さんと高畑さんで挑戦していただきましょうか。でこれは準備を仲間ですか？違うよ、敵でしょ。敵？個人戦なので、一緒にやるだけで、座るだけで、はい、仲間ではないです。敵でしょ。チーム戦とかじゃないから、やめてください、勝手に。勝手にチーム戦にするのやめてください。チームかと思った。うん、はい、では、用意スタートって言ったら、箸を割るところから始めましょうか。割るところから。じゃあ、1分間の間音楽が流れるみたいなので、私が用意スタートって言ったら音楽が流れるので、音楽が止まるまで、豆を移していってください。実は豆じゃなくて卵ボールなんですけど、はい、ぜひ後で美味しくいただいてください。はい、それでは準備はよろしいですか？はい、はい、それでは豆つかみ対決用意スタート。豆っこくん豆つかみゲーム。え、何これすごい、お箸とお椀を正しく持てましたか？早い早い早い、2人とも早いんだけど、1分でいくつ乗せられるかな。それでは、よーい、始め。めちゃくちゃ苦労ですね。やばい、めっちゃいい勝負。もうなくなるかもしれない。どうしよう、めっちゃいい勝負。これなくなる前に押した方がいい。
めちゃくちゃ。2人とも早かったです。じゃあ、 曲で、ね、もう用意スタートって出るらしいので、はい、もう一回いきましょうか。はい、それボール増やした方がいいですね。いいか皆さんめちゃくちゃ器用なので。はい、じゃあちょっと今ボールを増やしますのでお待ちください。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと今ボールを増やしていただいてます。はい、それでは準備はよろしいでしょうか。はい、それでは音楽が始まります。ミュージックスタート。まめっこくん豆つかみゲーム。お箸とお椀は正しく持てましたか？音楽の鳴っている1分間でいくつ乗せられるかな。それではよーい、始め。はい、では改めて写し替えていただいてます。すごい、高畑さんもう終わってましたよね、1分終わるまでに。はい、ではちょっと豆を数えていきたいと思います。はい、じゃあ手でも大丈夫なので、もっとあったお皿の方に1個ずつ移し替えていきましょうか。はい、はい、いきます。それではカウントいきますね。せーの、太田さんと倉島さんに挑戦をしていただきます。はい、ちょっとすごかったですね。60はすごいです。はい、ではお二人とも準備はよろしいでしょうか。頑張れ。はい、では隣にあるお箸使っていただいて大丈夫なので、
はい、では音楽の準備もよろしいですか。はい、それではミュージックスタート。まめっこくん豆つかみゲーム。お箸とお椀は正しく持てましたか。音楽の鳴っている1分間でいくつ乗せられるかな。それではよーい、始め。皆さん一緒に数えてください。それではいきます。せーの、1、2、3、手でもいいですよ。チャレンジしてみて。いや、そうですね、めちゃくちゃ久しぶりにすごい集中しました。はい、でもなんか思ったよりなんかペースをつかんだすごい取れたので、はい、やっぱ集中力って大事だなって思いました。さすがです、すごい集中力でした。はい、ありがとうございます。ではこちらですね、次節の試合の時に、まあ、芝生ブースで体験ブースが出る予定なんですけども、はい、当日のブースでは競技後にニックネームと個数を記入してもらうと後日 FC 岐阜のホームページに掲載されるそうなので、ぜひ皆さん高畑さんの記録を超えるように。確かに、ぜひ皆さん60ポイント